ヘルメスギーター。ヘルメス J ・シャン部長。1。あるお方のところに一人の探求者が訪れた。探求者は尋ねた。あなたがあの本を書かれた方ですね。主よ、どうか私に真理を教えてください。ヘルメスは答えた。私は何も知らない。私は何もしていない。探求者は言った。主よ、そのように言わないでください。お願いです。ちゃんと教えてください。私にはわからないのです。私は救われたいのです。私は真理を知りたいのです。ヘルメスはしばらく沈黙した後、答えていった。彼もまた、あなたと同じように、ずっと昔にあるお方のもとに行きました。彼もまた、あなたと同じように教えを請いました。教えを聞いて、私はあるものだと思考で理解はしても、教え自体を生きるのは、そう簡単ではありませんでした。思考を生きることと愛を生きることは全く異なるのです。思考で生きることは死ぬことであり、人の子です。愛で生きることは永遠の命を生きることであり、神の子です。愛で生きるとき、あなたはこのように自覚します。私は何も知らない。そして私は何もしていないと。それはすべてのすべてであり、ただそれのみが実在すると。